前蹴りいきます。前蹴りの時も自分がずっと前蹴りで言われてきてることが、この股を広げて蹴らないこと、しっかりディフェンスポジション、この股こうよくこういう蹴りの人もいっぱいいますけれども、いつも言われるのがこの人蹴ったらもう自分からこの自分の金的蹴ってくださいって言ってるようなもんですよね。開けてやったら、なのでしっかり股を締めてもギリギリ、自分の反対の足のギリギリかするぐらいを蹴ること、くっつけて蹴るぐらい、真ん中まっすぐ、最短距離で蹴ります。